はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル3続きをやっていきましょう。未だに不死骸にいますけれども、で前回ですね、ちょっと最後の方に、装備重量の関係で頭を外してあります。で、ちょっと軽い頭がね手に入ったら、そちらに切り替えていこうかなと思うんですけれども、さすがに作業帽子みたいなのは被る気になれないんで、ちょっと多分当面の間はこれ頭を外して弓を常時装備して、指輪もね、装備していく方向でやっていきたいと思います。装備重量割合が多分右上 70% を超えるとドッスンローリングになっちゃうんで、もう1個くらい多分指輪装備できるよね。炎の騎士の指輪とかはとりあえず使わないんでいいでしょう。これで進んでいきます。防御力がどれくらい落ちるか。でこの先で、こいつは例によっていつもの通り両手持ちの先手必勝、チャラーい先手必勝のスタミナ回復させて、クレームはやっぱ月が若干遅いからな。1回はまれば勝てる。エストビン使うかはもったいないけど、ちょっとまだ探索会で。でこの先はもう弓矢が降ってこないはずなんで、安心して探索ができるけど、その代わり敵も処理していかないといけない。オッケー。だいぶあるねアイテムが。白い、なんだこれ、ちょっと分かんなかった。幼い白いなんとかみたい。ちょ待って、いる敵の数が。エストで回復。ハンマー持ち、ハンマー持ちはちょっと体力が多い。強化クラブ、こいつら強化クラブ持ってんだ。あ、もう一個あるね。幼い白枝、捨てられた大きなソウル、幼い白枝、すげえいっぱいんだけど。幼い白枝って何に使うんだ。これか。あ、擬態か。場所にふさわしい何かに変身する。あ、これ擬態してさ、あの槍をやり過ごす槍だけにみたいな、そういうあれね。であそこ行きたいんだけど、こっち側多分そのまま行ったら死ぬよね。ジャンプが必要だと思う。というわけでジャンプと。でこのアイテムを回収して、あー、不死の遺骨手に入れた、ようやく手に入れた。これはマジで帰りたい、もうすでに。でこっち行って、ただ探索はします。もうちょっとこっちの奥を見たい。あそこにもアイテムあんじゃん、上。これは家の中から行くのかな。ちょっと家の中入った時に行きますか。結構奥続いてるね、アイテムっぽいのがある。あ、なんだこれ、ちょ待って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 、お前3発。聖職者か、聖職者の一式だね。でさらにアイテム、埋葬者の位牌。なんかばあちゃんと話した時に、なんか位牌みたいなの持ってこいみたいなこと言ってた気がするんだよね。遺骨も手に入れたし、ちょっと戻りますか。あそこのアイテムだけ取ったら、上のアイテム取ったら。で中はまだ敵がいるんで、しっかり排除していこう。こいつも倒す。3発で上行って、あそこのアイテムだから、あ、こっち側か、多分こっち側だね。こっから右へ行けるんだな。行けねえんだけど。あれ、そうだよね、だって槍の時こっち来たもんね。だからこうか。あ、ここ多分ジャンプだ。じゃあ OK で回収。大釜か。ざっと見渡す限りもうアイテムはないかな。2910ソウルか。まあいいや、ちょっと歩いて戻りましょう。機関を使うのはさすがにもったいない。では祭事場で
不死の遺骨をくべます。 OK。 かがり火の強さが2になった。かがり火の強さ、え、熱2とかじゃないよね、さすがに。あ、エストビンプラス1になってる。よし、 OK。 でレベル上げっていうよりはちょっとまずはこのばあちゃんに話す。で、こう位牌を渡す。ここでいいのかな、埋葬者の位牌を渡す。位牌をお持ちくださりましたか。勝手といたしましょう。新たな品、いいね。ちょっと見よう。ってか何が新たな品になったんだか全然わかんねえんだけど、もともと何があったっけ。残り火は多分増えてるね。あ、松ヤニがある。松ヤニは欲しい。人松ヤニ、闇属性か。まあ500、300、これ多分無限に買えるよね。よし、松ヤニ買えるようになったのはでかいな。これ何これ。墓地の鍵、伏し貝地下、下水にある鍵。あ、これ買おう。1500円。でこれは未だに買えないんだよね、高い。2万ソウル。欲しいは欲しいけどね。あとはここら辺は多分初期からあるよね。松明ってさ、買っといた方がいいの。松明って時間あるの。一応買っとく。300円だし。あ、もう一個買う必要ある。あ、なくなったら買い足せってこと。一応買っとこう。時間がどれくらいなのか。話す、幼い言葉。老石をお求めなされ。ああ、なるほどね。あ、老石か。あ、でもこれは自分が書く老石だもんね。召喚サインを書くやつ。いいや。協力してもらうかもしんないけど、自分は協力しない。あと、ちょっとこいつの品揃えも見てみますか。あの女死んでいたか。丸くなる。あの女死んでいたか。あ、それだけ。悲しみに暮れているな。今はそっとしておこう。いずれ時が解決してくれるだろう。じゃあちょっと鍵手に入れたんで、転送でボロハシのた、じゃあボロハシのたもとの方が後だったんだ。こっちの方が先にあるけど、では市街ボロハシのたもとからこっち、下水はもうすぐ近くだよね。で、ネズミがいるんだよね、ここ。でかいネズミ。これ落下攻撃で倒せねえかな。おびき寄せて、落下。で、あとはちょっと、細いやつを適当に振って倒す。OK。ただし、奥にもまだいるから、アイテムは落としてないよね。しっかりおびき寄せて、安全に行こう。ガードして、反撃。こいつもガードして、あ、ちょっと待って、蹴りが出てしまった。反撃で、ここかな。じゃあ、おお、鍵いいね。先へ進んでいこう。ちょっと回復する。俺も結構さ、そう、人間性とかもそうだけど、やっぱね、残しておく人なんだよね。なんかなかなか使えない。まあ、キルアが言ってるけど、いざという時に使えない人だから。こっち側なんかいるけど、アイテムを回収する。何これ、恥部隠しとか。ふんどしみたいなもんでしょ。あ、これね、罪の女神像に祈る。いや、俺は罪など犯していない。あ、ここであいつか、なんだっけ、ヘヘヘヘヘヘのやつが、多分あれ殺しちゃうと罪を許してもらえないから、ここでできるよっていうことね。アイテム、ハルバード、何、赤塚のハルバード、ちょっと違うのかな、通常のハルバード。ここからでもなんか暗いな。骸骨に注意しろ。なるほど、骸骨系か。骸骨復活すんのかな。復活するってなったらちょっと厄介だよね。神聖属性じゃないと復活するみたいな。とりあえず倒してみよう。あ、でもソウルは入るな。ソウル入るってことは倒せてるね。うわ、ちょっと待って、ダクソワンほどの脅威はない。まあ、まだ序盤も序盤だからね。絶対んだ、不死骸で。え、でも広いは広いよね、最初のマップにしては。ちょっと慎重に。ん、前方に何かいるな。ちょっと一緒に倒そう、この骸骨と巻き込んで。で、多分後ろにいる。そう、こいつはちょっとね、復活しそうなのが見えたから。
ただあえてこいつにターゲットを絞ったと。でこれ、ね、後ろに行った後なんか復活したりする可能性があるんだよね。道、あ、これちょっと動き鈍い。この先敵が、あ、待って待って、そもそもさトカゲちゃんがいるじゃん。おお、じゃあもう一発。待って待って待って、届かない、待て待て、よし倒した。びっくりした。え、ちょっと何って、待て待て待て、マジで待て、これは待ってよ、聞いてませんよ。後ろにローリングしてスキーで、スキーの切り、オッケー。多分こいつ落ちてきた時にダメージ食らってたな、3発で倒したから。でこれかけら1、よし。こいつ結晶トカゲ何落としたんだろう、あんまり見れなかったな。あ、かけら、これでクレーマー3にできる。帰りてー、これ多分上から来た、あ、上あれだ、壺持ちがいっぱいいたところだ。なるほど、少しずつ地形を理解してきた、少しずつね。でこっちはまだ行ってない、上どういうこと、謎、上から敵が降ってくるってこと。あ、アイテムがあるじゃないか、すげえありがたい。これって弓矢で落とせんのかな、よし、超ありがたい。これなかったら絶対分かんなかったな。ん、祝福された紅白円盾、どういうこと。あの上っていうやつ評価してあげようかな。これでもないとさ絶対みんな分かんないよね。みんなってわけじゃないけど、これどうやって評価するんだ。評価ありがとうございます。ちょっと見てみよう、祝福された円盾みたいなの、カット率めちゃくちゃ低い。しかもプラ1じゃん、プラ1でこれ進行補正があるね。所詮でもこれ木の盾でしょ、カット率、魔法のカット率がちょっと高いんだ。そうでもなくねでこっちの方が全然強いんだけど、うん、まあ分からん。これちょっと気になる、ハルバード、赤塚のハルバード、通常のハルバードと違うのかどうかが分かんないな。聖職者の武器として知られる赤塚の、それはへえ、結構重そうだけど、ちょっと振るだけ振る、左手に持っちゃったよ。一回クレームを外してこれにしてみよう。 66.8、 蹴りが出ちゃった。月か、え、 R1 月だね。 R2 は横なぎ払いで、両手持ちも月、あれ不装みたいにこう縦振りがない。月か、月って縦軸できるの、ちなみにこれ縦軸になってんだか分かんない、いやなってないな縦軸にはなってない。あ、ちょっといいや、クレームはでいきます。クレームはちょっと帰って鍛えたい、この2400ソウルで鍛えよう。ちょっと待って、ここ、え、大丈夫、降りよう、ネズミちゃん、これきちっと処理していく。はい、出てきた。ちょっと待って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 、おい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 、待って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 、一回逃げよう。いや、いくらネズミといえどもすげえいっぱいんだけど、え、超いっぱいんだけど、どうする。落下攻撃もこの距離じゃできなそうだ、弓で一体ずつ処理していこう。チキン戦法、排除完了、オッケー。痛い痛い、まだ痛んかい死体に紛れていた、やるなお前、評価してやろう。これで全部駆逐したよね。集団でかかられると、あ、タリスマンいらないけど、タリスマン買っちゃったけどね。でも聖女のタリスマン多分今の進行地じゃ使えないかな。この2600ソウルは武器の強化に使いたいんで、てかどこに行ってるか分かんないけど、この先ヒントが有効だ。こっち？あれ開いた、
開かねえかなって思ったけど開いた。何かいる。いいやつがあるぞ。レア様みたいな人がいる。俺はやった。つまり賢者の時間だ。え、何、レア様的な人。どなたですか。誰かそこにいるんですか。私に触れてください。暗く何も見えず闇が私を蝕む。虫たちが私を神蝕む。触れる。なんかちょっとそんなに可愛くないね。レア様ってどういう顔してたっけ。レア様あんまり顔が見えないからね。まだ一人きりではない。ありがとうございます神よ。祈り。失礼いたしました。カリムのイリーナ。ひもり目になるためこの地に来た。私に触れ暗闇から救ってくださったあなたはきっと英雄。私は弱くだからきっとひもり目にはなれない。英雄様、私をあなたに使いさせてもらえませんか。あ、使いさせよう。では契約を。カリムのイリーナ、あなたにお使いいたします。消えた。てかさ、祭事上で全然この消えた人たち探してないんだけど、ちゃんといるのかな。で、こっちに来て、あ、ここに来んのか。なるほど。こいつ何なの。何の装備してる。頭がよくわかんねえな。なんか竜の頭みたいな感じしてない。監視してたの、こいつ。カリムの戦士、イーゴ。カリムの戦士っていう段階でさ、なんかひもり目殺害しそうだよね。そういうイメージしかない。お前があの女をなんだ擁護する限りはみたいなことを言ってたけど、どうしよう。この先のさ、あのあいつに挑みたい。もう一回冷凍騎士。これどっち行く。上行く、下行く。あ、上行ったよ。ちょっと下に降りよう。一応エストビンは5個あるしプライチにもなってるから、ちょっと下行って冷凍騎士に挑みます。で、死んだらソウル使ってクレイモアをプラ3にしよう。ソウルっていうか、あの手持ちのソウル、あんまり砕いてないからまだ大丈夫。失うものは今少ない。で、盾をどうすっかだよね。こいつなんか陶器をまとっているから、それが2発で一発見て盾を剥がされる。ちょっと壁っていうか柱を背にしよう。でもな、やっぱこれなんだよな。で、こうだけど、ちょっと待って、一回逃げよう。一回逃げる。一回逃げてこっちまで来れんの。飲んで、あれ、これもしや安全。お、安全じゃん。もしや見つけてしまった必勝法を。これで弓で撃てばいいんだよ。チクで、どこまで来るか。いや、いいぞいいぞ。これはどこまで来る。動きは鈍い。っていうか、たまにっていうか、これ普通にさ、頭が低いから頭に当たってんだけど。倒した、やった。イルシールの直剣。え、何これ、使いたい。かっこいい。なんかクレイマープラス2が214でしょ。蘇生させてるからね。攻撃力124プラス 30DD か。技量14が必要。あ、技量上げといてよかったな。12の14。冷たい谷の、なんかこれ外来騎士に与えられた直剣。武器に霊気をまとい、凍傷を与える。マジか。外来騎士は皆、いつか獣になり果てる。あ、そういう感じなんだね。法王サリバンの黒い瞳が彼らをずっと高ぶらせるのだ。構え。え、ちょっとイルシールの直径にしてみよう。弱いけど、いや、かっけえ。あ、直径だから月あるね。うんうんうん。両手持ち、あ、なるほど。両手持ちはまあこれ。え、なんかかっこいいんだけど、なんか霊気はかっこいい。使いてえけど、なんかあまり強い感じはしない。当初これヘルプで見よう。項目ヘルプ、これが出血でしょ、これ毒でしょ、で、これが陶器、霊気か。陶器じゃなかった。霊気効果の強さ。高いほど凍傷にさせやすい。いや、でもさ、正直、これに欠片を突っ込んでいる余裕はないな。
いや、かっこいいな、使いたいな、使いたいけど、ちょっと安心のクレイモアでいこう。214、攻撃力が全然違う。まあ、蘇生にさせてるからね。ちょっとクレイモアでいきます、まだ。え、で、ちょっとこの先がなんかありそうなんだけど、これ開くよね。いや、わかんねえ。開いた。開くんかい。ちょっと開かねえかなって思ってたけど、実は開いた。勝利。あれ？あ、かがり火がある。生贄の道。ちょっと待って、なんかすげえ、別のとこに来ちゃったんだけど。一応、ボンファイアリットしておこう。で、一回転送して、ああ、もう新しいエリアだ。棺の祭事場に戻ります。クレモアをちょっと鍛えたい。クレモアに走れ。アンドレイさん、プラ3にしてくれ。武器強化。これ何が必要？ヒカルなんだ。イルシールの直剣。ヒカルはもう全く持ってないからな。で、かけら、6個使っていこう。で、台掛けが、台掛けもさ、台掛け持ってるから、実は、プラ4にできるかなって期待してたら、台掛けもしょっぱなから2個必要なんだ。そうですか。考えが甘かったな。でも260まで攻撃力が上がる。武器変質。何手に入れたんだっけ、あいつから。ちょっとクレイマーで見てみよう。熟練炎。喪失。これかな、さっき手に入れたの。ちょっと、なんだっけ、結晶トカゲから何取ったか分かんなかったけど、まあいいや。強化はできないね、かけらは持ってないし。 OK、 よし、プラ3になったんで、火力は上がったと思う。こいつ元気になった。少し考えがあるんだ。聞いてくれるかね。あんたも知っての通り、わしはケチな盗っ人だ。盗みに出ようと思う。みんな死んだか、もんじゃになったか、どっちか。ルグでもお宝でも、あんたが役に立てた方がマシ。どう思う？あ、いいんじゃん、行ってくれ。任せてくれ。盗っ人グレイラットといえばそれなりに有名だった。最後は捕まっちゃった。大丈夫かこいつ。なんかそのなんか買っとこう、弓買っとこう。3200ソル。いや、レベル上げてえな。まだ400本あるから、ヒアをね買う余裕はさすがにないので、これレベル上げに使います。レベル1だけど。ちょっと待って待って待って、なんか言ってたよ。話す。ああ、まあいいや、まだいるね。あ、わしも少しここを離れるって言ってた。ひもにめちゃん、3000でいける？足りなかったらソウル砕きます。足りない、3300。微妙に足りないので、余ってるソウルを砕いて、これがいっぱいある大きなソウル。いや、もう6個使っちゃおう。2400、それなりになったな。ちょっとなんかもったいねえな、余らせとくの。ちょっとこっちの消えかけのソウルとかもあったのか。あとこの4つ捨てられたソウルも使って2レベル上げたいね。そうすると800、6500で2レベル上げられるかな。レベルアップで生命力を15にしたいんで、あと500ソウル。ちょっとなんかめっちゃ飛び跳ねちゃったけど、これ1個使おう。1個でいくつ？800いいね。これでレベル上げよう。じゃあこれで一応生命力は15。いや、まだ5を上げたいんだよね、さらに。で、時給も15にしたい。で、筋力とかに回すのだから当分は後だよ、これ。お前どうだ、元気か？ロスリックの下。あ、言ってたね、そういえばこいつが。深みの聖堂に犠牲者を運ぶ生贄の道。なるほど、そこを進めということか。あれ、じゃあさっきのとこどうなってんだ。で、あとちょっとやりたいのが、転送で一回生贄の道へ行って、なんか、ジークバルドちゃんが、みたいなこと言ってたじゃないですか。エレベーター登るとき。多分ね、行けると思うんだよね、あそこ。あったから、道が。ちょっとそこに飛び乗りたいと思います。生贄の道って、ここから行けば早いと思うから。ま、じゃあそれは次回、やっていきますか。というわけで、ちょっとね、不死骸探索がだいぶ続いてますけれども、でも結構ね、アイテム回収とか、できてきたと思うんで、まあ、そろそろ不死骸は終わらせて、こ
ちが多分ルート的に進む道になると思うんで、まあ、次回生贄の道へ突入できればいいかなと思ってます。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。